落語を半分やってあと半分を仏教で暮らしてるという大変にのんきな男で、もうこの頃あんまり人の前で喋るの嫌になっちゃってね。考えたら47年やってるんですから、他の仕事で47年やってりゃどんなやつだって部長か課長にはなれるんで、こっちは町長にもトンボにもなれません。もう一番偉くなったところで社団法人落語協会会長って、これはご案内のうちの方では柳家小さんってお父っつぁん、やたらお丈夫な方でございました。まあただいまも坊さんの話が出てましたけども、我々の方は日蓮宗って宗派でね、修行が一番厳しいんですよ。それで一昨年ひっくり返っちゃってね。ひっくり返るよ、朝も4時に起きて頭から水かぶんですから。私は真面目だから一生懸命やってたら隣のご商人に怒られちった。遠方さん、そんなことやってると死んじゃいますよって。どうやるん使ったら、南妙法蓮華経、大きな声を出しながら水を後ろへ捨てなさいって言ったよ。あ、嘘だよこれ、嘘だよ。ダメだ、あのおじさんうなずいて落語聞いてな。もう落語もうなずかれちゃおしまいですからね。でも47年もこんなことやってるってとね、いろんな方にお目にかかりますよ。この間も寄席でもってお辞儀をして、って頭上げたら、待ってました歌やっこなんて、よほど古いテレビ見てるらしい。私は構いませんけど、かわいそうなら今の歌やっこでね。この間青森行ったら偽物だって殴られたっていう。中にはバカの一つ覚えみてに、山の穴やれなんて、忘れちゃったよあんなもの。ほら、山の穴で売り出したのは昭和25年ですよ。その時生まれたからがいるってと今41だよ。いくら私が穴が好きでもそうは続かねえぞ。もうモグラなら死んじゃってんだから、まだいいんですよ山の穴は。演歌さん、いくつになったいって大きなお世話で、みっともなくて年なんか言えねえよ。こないだも新宿の末広って忘れもしないよ、お辞儀をして、って頭持ち上げたら一番真ん前に汚ねえおじさんが座ってんの。座っててもいいけど、このおじさんがやたら私の顔見て懐かしそうな顔するんですよ。どっかで会った人だなと思ったら、今度はこっちが落語分かんなくなっちゃった。終わったらこの人来たよ楽屋へ、しばらくできた中澤さん、同級生だよ。自分でも若え若えと思ってたらもう60過ぎちゃったよ。もう60なんてことあんまり考えぬようにしてんだよな。年なんて考えたらつまらねえもん。ただね、時々思い出させるようなことがあるの。この間も町内会の人が来ましてね、演歌師匠シルバークラブへお入りくださいって。俺はシルバークラブなんて知らねえから、どんな会なんですかって言ったら、老人が集まる会だって。でどんなことやるんですかって言ったら、駅を掃除するっつうんだよ。いかげにしのこの野郎したんだ。俺はそれがやりたくねえから鉄道をやめたんだから。ねえ、今から鉄道の駅掃除すんのやだよ俺。でもね、落語ってのはこの頃、まあ皆様が見てもどなたが見ても、ああ落語家だなとお分かりになる。第一舞台が別にどうってことないんですからね。このテレビなんかまだいいんですよ、赤い毛線が敷いてあるだけ。寄席なんか何もねえんですから、布団が座ってるだけですから、その上座ってるんですからね。ご覧いただいたように噺家の布団ってのは全部紫で統一されてん、仏壇の輪と同じなんですから。中にはあの私の演歌って名前読めない方がいる、檀家って読む人がいるね。名前が檀家で頭が坊主じゃ一年中法事やってないから。でもね、その点我々なんかまあ出てきて、向こうから来てピョコンとお辞儀して、こうあの扇子をここへ置くでしょ。でここでこうお辞儀するんですよ。つまり舞台へ上がっておりますけど、こちら側は講座で、こちら側がお客様です。あなた方の方が我々よりも偉いんですよという証拠にこれを置くんです。もうこの頃面倒くせえから置かないよね、みんなね。もう中にはほら落語聞いてもよくわかんない人いますからね。うなずいてる方なんてまだ可愛い方ですよ。納得しちゃうのがいるんですから、うん、そうかもしんねえなんてね。中には落語の下げまで聞いた後から楽屋へ来る人がいる。あの続きはどうなん、知らないよ。我々の知らねえこと聞きに来ても困るよ。でも昔はね、浪曲と落語の境ってのはこんなにあったんですよ。あ、浪曲の方が昔は良かった。もう今はまあまあ悪いとは言ってませんけどね、まあ浪曲ファンの方に怒られちゃうといけないから。ただどこ行っても浪曲は知ってるけど落語は知らないって時代だった。私は未だに覚えておりますよ、埼玉県の湖北ってとこ行ったことある。で座ってお辞儀したら、前にいたお客様が、なんだい今日は三味線式来てねえなって。つまり落語なんぞわからないね。浪曲はわかる、浪曲はほら出てくる時に形がいいもんね。こんなテーブルかけこんなになってさ、で何々て何々さんへなって、
でこっちの方に松の木がこんななっているんだあれがよくわかんねえんだよ。俺これはわかるよ、どうしてこれ松の木こんななって置いてなきゃ。松の木だって気の毒だよな、あそこにいなきゃ他に入れる場所があるんだから。でこっちの方にまた湯飲みが置いてあるね。だから3つ重なるんですね。で自分の座る椅子のところにもまた白い切れをピャッと出す。その点落語家の方は何にもいらねえんですから。センスとこの座布団がありゃどこでも商売になっちゃい、うん、だから面白いなと思うけどそんなには取れねえからな。こっちは浪曲は取りいいようになったもん。出てくる時だって我々楽屋で太鼓が鳴ると出てくんで、でてん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 、今猿回しだってあんまり太鼓使わねえの我々の方は太鼓で出てきてお客様を前に置いてやるんだ。客というのは浮かんむりに屋根がついて客と読ませるの。おのおのという字を書いても浮かんむりという屋根がつく。我々おのおのなんですよね。お客様は雨に濡らしちゃいけないってんで屋根がついて浮かんむりの上に屋根がつくから客という字になる。そのお客に我々はお辞儀するんです。浪曲の方は出てくる時にまずあの篠用人みてえにつけがなるんだ。チョーンチョーンチャ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 、自然にスーッと幕がある。何にもいねえところへお客様これから何か始まるなって待ってる。でこっちの方についたてがありまして、その後ろ側にこの三味線を弾く方がいらっしゃる。あんまりお顔を見せません。どういうわけだか説明はいりませんけども、この三味線弾きがペロリン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 ペ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 ン。我々の方は師匠ですからね、大先生こう悠々と出てくる。まずお客なんか全然お辞儀しません。まあこの頃若い方はよくやってますが、カッとピャーってやってね、昔はなんない、まずそっくり返ったうっへーんなんて日向に干してある長靴みたいなもの。あ、今東京の人でも知らないけどね、昔は我々は子供の時分な東京だってみんなぬかるみなんですから、アスファルトなんかどこもねえもん。それでみんな長靴で帰ってくるって言ってお母さんが、しょうがないね、またこんなに汚しちゃってダダダなんて糸で洗って、どういうわけだか竹垣のとこへ干すんですね。あれとこんなになったらおっぴしょれてるね、長靴がね、だんだんこうこんなになってね持ち上がってくるんだ。あれ不思議なもんだよ。あ、うちのおじいさんが昔ね、俺も長靴になりてしたことあったんですけど、もういいよ、分かった人だけ笑えば。この頃みんな笑わせるほど努力しなくなってたから俺もね。とまずそっくり消えるだけ、そっくり返す。一番先にやることはってえと、ズフンフワフワウエアお茶ぐれえ楽屋で飲んでこいよ。それをお客はまた知らねえから、待ってました。なんで芸人がお茶飲むの待たなきゃなんねん。とこの一番先から何が何まで、あれあんまりうまくない方、名人はあんまり声を出さない。お客はこの人がやってんのに聞こえねえのは俺たちが悪いってんで、耳がみんな前の方へ行く。浪曲修行第一歩、パン屋のくずかごを見習えてん、耳を集めろっつう。ダメだよ感心しちゃ。前のお母さんはあ、もっともまだ感心されるうちはいいんですよ。この間楽屋へ聞きに来た方がいらっしゃる。演歌さん、パン屋のくずかごに耳を怒ってますかって言うんだ。じゃあお宅はサンドイッチ作った時のパンの耳はどうするんですかって。トマトケチャップで炒めて食うって知らねえよ、そんなの。でお客様の耳が全部こっちに来た時に初めて「なんて言うと、あ、始まってんだな」ってお客の方に安堵感を与える。その代わり言ってることはよくなんだか分かんないのがありますよ。「利根の川風たもとに入れて」って歩けるかそれで。な、こうやってかもったもと入れちゃったら歩けねえだろ。あれは私の師匠である江戸文学の正岡いるるってのが書いたの。灰神楽の三太郎なんてのを作った人でね。でこの人に聞いたことある。先生、あれやってると風が入っちゃった日に歩けませんねって言ったら、いいんだよ、聞いてる方が分かんねえんだからさね。だからもっと分かんないのは明月や朝霧に銀の一つもんつん。今の時代にこれ分かる、明月や朝霧に銀の一つもんって、つまり黒い紋付きにこの門がピカッと光ってるところを表してるわけ。今いちいち全部そういう説明しないと浪曲わからない。もっとすごいのはあの国定忠治ってところで、あの刀抜いてね、加賀の住人小松五郎義兼期待し技者、俺にはおめえという強い味方があったんだ。なんかすごい刀鍛冶だなと思ってね、全部この間俺は刀剣名簿って調べちゃったよ。いねえよそんな人、うん、あれは作者が作ったんだってね。
昔どっか役者が全部行った時に、今で言ってると、まあ、あの五男っていうの、昔はいろんな言い方あったんですけど、そこで、ちょうど五男にあったのが金沢ってとこなんで、なんか面白いことねえかなと思って、国定忠治の刀の名前考えた時に、みんなで加賀でゴロゴロしてたんね。で加賀の住人で、みんなで行くとこねえからゴロ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 してたんで、加賀の五郎、小松五郎って言うんだね。その小松っていうのは加賀のすぐそばにあるんだよ、ね、ゴロゴロしてて、なんかいい金儲けがねえかなってから吉金ってんだ。だからなんか聞いてみねえと分かんねえもんだな、うん、我々も鵜呑みにしてたけどね。とこの浪曲の方はお客様がずっと来るってえと、三味線もちょっと調子が高くなる。おおんおんまあ、どっかで聞いたことあったなと思ったら、はばかりでよく声が出る。で先生はもうペペペペペッとこれに乗ってこっちの方から声出しゃいいんですから、都会の五十三次たりから旅を、流れ流れの渡り鳥、生まれ故郷がもう近い、明日は西やら東やらがんって、こんなわかんねえもんがあるか。今皆様方何の気なしに聞いてるけど、もうふるさとはすぐ近いって言うんだよ。明日は西やら東やらって言うんだ。てめえのうちが分かんならすぐ行きゃいいんだよ。その点が浪曲の方のオーバーだとかね。我々だって言ってくれよ、ご苦労さん、おい負けた、大変だったなと、これでおしまいで。浪曲は違うよ、行ってくるよと声かけて、思っての片へと飛び出した。これお客がそうだな、で今度はお客の方が聞いてくれば、もう何言ったって驚きしませんから。肩に振り分けて二三度がさ、右の足をば前に出す、左の足が後から出る、あら不思議だ、体がだんだん前に出る。お客が納得しちゃって、そうかもしんねえな。だから東京の先生の言うことは間違えねえと、右の足が出て左の足が出るから前へ出る、両方出るとひっくり返っちゃうかな。先生たっぷり、こうなったらもう先生嘘のつき通し。前に見えるあの山は、あれが名代の富士の山、そのまた隣は赤城山、愛を流るあの川は、あれが名高い吉子って。じゃあ何だ、分かんない。大変だこれ、おめでとうございます。